はい、今日は、ファイナルカットプロで使うトランジションを自作で作る場合ですね、モーションで自作で作る場合にぜひ覚えておいてもらいたい設定があるんですけれども、その設定の説明をしたいと思います。とりあえず作ったトランジションがこれですね。これがだいたいプロジェクトのインスペクターを確認すると 2秒22フレームでできています。で、簡単に説明しますと、不良フィルムとか画質の悪いテレビ、このフィルターを使ってああだこうだやって作りました。それで今日説明したい設定なんですけれども、ファイナルカットプロ継続時間を上書きというチェックボックスがあるんですけれども、これの説明を今日したいと思います。これまずなしで保存します。でこれがファイナルカットプロ10の画面で、このよいしょ、この境目に先ほどのトランジションを適用してみたいと思います。でこれがですね、再生してみるとこんな感じで、さっき見るのとちょっと感じが違う状態になってるんですけれども、これはどういうことかと言いますと、このトランジションの継続時間を見ると1秒になってるんですね。この1秒がどういうことかというと、環境設定の編集トランジション、こっちですね、編集のトランジションでデフォルトの長さ1秒、この設定に自動的に切り替わってしまうということなんですけれども、さっきのような作り方の場合は1秒じゃなくて作った状態のまま適用されてほしいですよね。それでさっきの設定が必要になるんですけども、これをもう一回モーションで開きます。はい。で、プロジェクトのインスペクターを開くと、さらに情報ですね、情報開いてこれをチェック入れます。これだけなんですけども、継続時間を上書きっていうチェックをしてもう一度保存します。でそれだけの違いで、今度はこれ一回削除しますね。削除して入れ直します。明らかにさっきより長いですけども、これの継続時間を確認すると2秒22作った時間と同じになります。そうするとこのように作った雰囲気と同じ感じで適用されるようになりますね。以上、今回は短かったですけれども、知っておくとかなり便利な設定の説明でした。